はい、画業30周年の個展ですね。ウクラ号の個展、タイムレスキャッチ展という展覧会ですけれども、キャッチってありますけども、こちらはフクロウの作品になります。タイトルはフクロウ2ですね。フクロウ1、2、3とあります。こちらはね、ちょっと右側を向いていて眠そうにしているような昼間なのかな。うちね、昔祖父がフクロウを山から取ってきちゃったことありまして、1日か2日家にいたことありましたけど、まあ、昼間は押し入れに入れて夜部屋に出すと部屋を飛び回ったりしていましたけれども、まあ、昼間はね眠そうにしてますよね。はい、こちらフクロウ2という作品でした。